皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。10月7日、お笑いトリオジャングルポケットの斉藤真治、41が警視庁に不同意成功と不同意わいせつの疑いで書類送検され、同日午後、所属していた吉本興業から契約解除された。画像、ロケバスで性的暴行の疑い、ジャンポケ斎藤、助手席乗車姿、が生々しすぎる。 今回の斎藤のように、これまで不祥事を起こしたものの、なんとか、返り咲いた、芸人は少なくない。しかし、斎藤さんの復帰は極めて厳しいと思う、不可能でしょう、と多くのテレビマンが口を揃えているという。斎藤の容疑は今年7月、東京都新宿区内に泊まっていたロケバス内でタレントの女性に性的暴行を加えた疑い。当時、 社内には斎藤と被害女性の2人しかおらず、女性からの相談を受けた警視庁が本人から事情を聞くなどして捜査を進めていた。調べに対して斎藤は、軽率な行為で相手や家族に迷惑をかけたことを反省している、などと供述。一方の被害者の女性は、許すことは絶対にできませんと話しているという。10月8日にはジャンポケの相方の太田洋久、4 41が声明を発表太田は17年間、皆様に笑いを届けるため3人で頑張ってきましたが、このような形で応援してくださる皆様を裏切ることになってしまったことが本当に悔しく、やりきれない思いでいっぱいです。と、おたけは、なんでこんなことになってしまったのか、強い苛立ちと悲しみが込み上げています、と斎藤への怒りや悔しさをにじませた。 1> 第1報を受け同日、斎藤の妻でタレントの瀬戸沙織、36は、一部事実と違う報道があったと指摘し、一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした、と双方の同意があったともインスタグラムに綴り、大きな話題になった。10月9日には被害女性が弁護士を通じて声明を発表。今年の7月に斉藤氏から性被害に遭いました。 そのことで心身ともに深く傷つきました。その傷は今も言えていません、とし、ネット上でのいわれのない中傷や本人を特定するような動きがあると指摘。その上で斎藤氏の家族から私に好意があった、と、まるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出されたことが、それに拍車をかけています、と綴った。芸能プロ関係者は話す。 斉藤さんと妻の瀬戸さんは、不同意、ではなく同意があったと主張しているようですが、新たに出た声明を読む限り被害女性が負った傷はあまりにも深い。それに行為がなされたのはロケバス内ですからね。いわば仕事中、職場でそんな不ラチな行為に及んだわけです。これに憤り、そして呆れを覚える芸人仲間やテレビマンも少なくありません。 斉藤さんと同じように不貞行為をやらかしてしまった芸人といえば、アンジャッシュの渡部健さん、52、が真っ先に思い浮かびますよね。彼も多目的トイレというあまりにも非常識な場所で不倫行為に及んでいた。ただ、復活できるかどうかというところにおいては、斉藤さんと渡部さんは、違う、と多くのテレビマンは考えているようです。不貞行為自体は非常にまずいことで、 両者ともそれを行っていた場所も最低かぶることが多いですが警察沙汰になっているなっていないということ以外にも両者の間には大きな違いがあると二人にはあまりにも大きな腕の差があると考えられていますね2020年6月渡辺は複数の女性との多目的トイレ不倫が報じられ芸能活動を自粛 同年12月に謝罪会見を行い、2022年2月にコンビの冠番組、白黒アンジャッシュ、千葉テレビ、でテレビに復帰を果たした。地上波番組出演へのハードルは未だに高いが、千鳥 MC のチャンスの時間、有田鉄平の引退テレビ、アベマ的ニュースショー、すべてアベマといった配信系の番組に立て続けに出演。チャンスの時間などは、 常連と化している千鳥メインの Netflix のオリジナルコンテンツ「トークサバイバー」「トークが面白い」と生き残れるドラマ「有吉弘行50」がメインの Netflix コメディシリーズ「名アシスト有吉」でも活躍し4月12日からは4年ぶりの単独 MC 番組「わたべっとそれ俺のだからね」dmm tv も配信されている。 不倫が報じられる前から渡辺さんのトークスキルや食レポは芸能界でもトップクラスでしたよね。ただ、人間性が大嫌い、というテレビマンは多かったんです。多目的不倫が報じられた際、彼の天狗な一面も多数出ましたよね。ところが、不倫騒動から復帰して以降は本当に人が変わって、スタッフへの当たりも柔らかく紳士的なものになったんです。全道。 9月7日放送のラジオ番組、サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、日本放送、で、サンドウィッチマンの伊達みきよ、50、から若手時代の態度を指摘された渡辺は、あの渡辺は殺しました、俺が。いなくなりました、この世から、あの生意気なと即答し、笑いを誘っていた。以前はいじられることを嫌った渡辺さんですが、今ではすっかりいじられることを受け入れ、 自ら自虐ネタを言うようよにもなった。結果配信番組や YouTube では無双状態昨年立ち上がった YouTube チャンネル「アンジャッシュ・渡辺がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」は業界内でも特に評価が高いですね YouTube の「アンジャッシュ・渡辺がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組は」は 渡部が地上派のグルメ番組出演を目指してアポなしで飲食店を探して食レポするという内容チャンネル登録者数は36万人超なのですが各動画が登録者数と同じくらい回っているんですチャンネルのリアルなファンが積極的に動画を見ているということですよねそして同動画の中心は食レポかつて渡辺さんがテレビでやっていたことですが 店の人とのコミュニケーションや味の説明が抜群にうまいんです。食の知識も豊富で、見ていて食レポの凄さに感心しますよ。あとはスポンサー次第でしょうが、地上派の番組に普通に出演する日も近いのではないでしょうか。一方の斉藤さんは腕がないとは言いませんが、渡辺さんとはレベルが違うと。渡辺さんは一人で進行、トーク、 食レポなど一連の仕事をこなすことができますが、斉藤さんは周囲に突っ込まれてなんぼといった芸風ですからね。人当たりはとても良い人なんですが、それに相方の太田さんと尾竹さんの声明を読む限り、二人は今はもう斉藤さんのことを諦めているような感じも伝わってきます。昨年8月と9月にも不倫を報じられましたし。 女性トラブルと同時に報じられた借金のことも知っていたはず斉藤さんの元の人となりを見てきたからこそ今回の一件にはさすがに呆れて果てているのではないでしょうか10月10日の「週刊文春」「文藝春秋」では斉藤が大谷翔平選手30の元通訳水原一平被告39と同じように重度のギャンブル依存症で 方々に借金を抱え吉本工業の上層部が問題視してていいたと報じている吉本が契約を解除したのはロケバスでの行為に加え悪質な借金癖が問題視されたからだとも記事では伝えられていますね。そして斎藤さんが「戻ってこれない」と言われているのは渡部さんほどの腕がないことに加え相方二人が諦めているというのが大きいでしょう。 TKO の木下隆之さん、52、時本武宏、53は、後輩への暴行疑惑と投資トラブルが大きく報じられ、結果的に両者とも所属していたプロダクションを退所することになりましたが、それぞれ相方を見限ることはありませんでしたからね。2019年、同じ事務所の後輩だったオジオズボーン・四宮・赤月、41の顔面に、 木下が中身の入ったペットボトルを投げつけて怪我をさせたペットボトル事件。当時、週刊誌を中心に大きく報じられ、木下は20年3月に事務所を退所した。一方の木本は22年7月21日に巨額の投資トラブルを抱えていることが報じられ、2日後の同23日に事務所との契約が解除されている。昨年1月 木本さんが謝罪会見を行った際には木下さんも同席公の場では3年ぶりに2人が揃うことになったわけですがトラブルがあって以降もコンビを解散することはなかったそれどころか今年1月からは47都道府県を回るライブツアーを開催したほかたまにコンビでテレビに出演することもある 両者は渡辺さんと同じようにいじられ役に回ってペットボトルや投資のネタを振られることもありますよね、前室の芸能プロ関係者。19年6月、芸人の闇営業問題の家中の人となったロンドンブーツ1号2号の田村亮、52、も相方、田村淳、50、がしっかりとフォローに回ったことで一命を取り留めたといえるだろう。闇営業問題が報じられ、 両さんは謹慎に。その間、んさんと密に連絡を取っていたといいますが、19年12月にんさんを代表取締役とした、株式会社 LONDONBOOTS を共同設立し、20年1月に同社所属タレントとして吉本と専属エージェント契約を結ぶ形で芸能活動を再開したんです。雨上がり決死隊の宮坂博之さん。 54がなかなか地上波に復帰できない中、行さんは20年4月にロンドンハーツ、テレビ朝日系で地上波に復帰。今では当たり前のようにテレビで活躍しています。渡辺さんにも、相方の小島和也さん、52のフォローがあった。ただ、斎藤さんの場合はそうではないと。相次いだ不倫スキャンダル、しかも今回は仕事場のロケバス内。 さらに、借金の問題もあり、太田さんもおたけさんも非常に苦しいところでしょうが、手を差し伸べたくても、もはや差し伸べることができないというのがリアルなところではないでしょうか。全道。多くのディレクターが今、改めて高く評価している渡辺ほどの腕がないこと、相方のフォローがないこと、この2つの理由で、斎藤の復活はないと多くのテレビマンが見ているというが、 今回の件が完全に収束した後、斎藤は芸能界の最前線に戻ってこれるだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。